こんにちは、こんばんは、佐藤ひらりです。皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。私は最近はなんかボトルの、ブラックコーヒーを飲むのにハマっております。いや、ということで、それにちなんだテーマを発表したいと思います。じゃじゃん、ボトルのブラックコーヒー触っただけで当てちゃいます。多分ね、間違えること結構あるけどねということで、今審判をしていただきますのが私のお母さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまず目隠しを。どっちにしろ見えないけどね。まあでもね、一応ね、こっち向きなの。いや、多分反対。さっき逆さまって言われたよ。そう、だから逆さまなんだよ。こっちでいいんじゃないの。さっきこっちだったよ。そうだよ、逆さま。え、いい、いや、いいね、いいね、いいね。頭ちょっと取っていい。はい、ということで多分当てられると思うんですけど、やってみますか。はい、ではまず、はい、ファイヤーのコーヒーじゃなくてタイズ。はい、ここばっかり触るとファイヤーかけるんだけど、こっちを触るとね、タリーズ。見して見して、何がタリーズさ。下見して下うん、この底の部分がね、ここやってる。あ、底の部分がね、うん、なんか縁取りみたいになってるんですよね、くるっと。あ、なんで、わかんない個性かはい、わかんないです。はい、ボンが、ファイヤーのやつ。え、ファイヤーの、ファイヤー、はい、当てますか。ファイヤー燻製ブラック。あ、燻製ブラックは、このファイヤーのどうやって当てるかというと、このラベルがすごくわかりやすいんです。ラベルがわかりやすい。ほら、この縫い目みたいな。おお、剥がれるやつか、それも。そうそう。あ、その剥がれるラベルで、ここだけ触ったらボスとすごく勘違いするんですけど、うん、この剥がれ目があることが、うん、決め手です。はい、じゃん。じゃあ剥がれてる。そうラベル剥がれてるけど、マンダキアミですよ。マンダキアミ、ラベル剥がれてるからわかる。確かに取っとくと思わなかったの、それこれはこれもボスのやつですよね。そうです、はい、ボスです。ここもなんかこう縁取りみたいになってて、なんか丸が中にあるみたいな。ああ。でも他のボスはあんまりそうじゃなかったりもするんだけど。あ、そうね。ボスはいろいろあります。これどっちだろう。ボス？あ、ジョージじゃん。そう。なんか飲み口が違うんですけど、まだまだよくわからないです。一緒ってこと？なんか他のボスってみんなここがこんな風にくぼんだ。うん、雰囲気になってて、飲み口ぐらいしか違うとこないんじゃないでしょうか、多分。ジョージアとボスと。このボス、朝日の方って書いてある方のちっちゃいボスは、なんか丸が中にあるようなやつなんですけど、これこっちもほらボスですよね。なるべく 何が違うの。違わないってこと。おおほぼ一緒。なんか飲み口キャップも、どうですか。一緒だねだから触っただけじゃ分からないものがあるということを発見しました。へえ。それがセブンイレブンのジョージアのコーヒーと、うん、朝日のプレミアムボスが一緒ってこと。そうですね、他のボスも同じです。これはタリーズですね。タリーズさんはほら縁取りが、あー本当だ。で、大体ここだとくとみたいな音がするので、それも目印です。そんなこと普通の人しなくて、はい、あーごめんクラフトボスあとペットボトルなのもそう、私はコーヒーにペットボトルがあるってことをこれで締めました。あクラフトボス
どのコーヒーが今んとこ好きなの？あの縁取りがあるのと、あのなんかコクが深いのでタリーズさんがいいかなと。まあどこも美味しいんですけど、やっぱりうん、あとタリーズは飲もうと思って、なんだよってコーヒーのメーカーの名前は言ってもらわなくてもなんだかすぐに分かるそっか、あってね、あのタリーズ本当に共通なんですよ、この縁取りみたいな。タリーズさん、なんでそこをへこましてるか教えてください。教えてください、個性ですか教えていただきたいですね。スタバさんって缶コーヒー出してるんだっけ？どうだろう、あんまり見たことない。セブンイレブンさんあるもんね、カップのコーヒーもね。カップはあるけど缶ってあるのかな。ちょっとそれそうじゃん、ジョージア。ああ、なんか前オープンキャンパスで大学に行かせてもらった時に見たジョージアも同じような、全く同じようなものでしたよ。ってことはまだまだ飲んだことがない缶コーヒーが日本にもありそうです。あったら教えてください。教えてください。ということでそろそろですね、はい、皆さんもコーヒーの底いっぱいかなんか見てみて、あ、これは何やよな。すいません、スイカ取ってもらっていいですか？あ、忘れてた。あんまりあってもなくても意味ないからということなので、あの皆さんもね、あのコーヒーの底のところいっぱい確認して、あの、あ、これは何やよなとか言って私のそういうクイズ気分を味わってみてくださいね。ということでまた次回お会いしましょう。バイバーイ、ありがとうございます。毎週日曜日のお昼12時にお送りしていますひらりチャンネル。私の趣味の話やこんなコーヒーがあったよとかいろんなことを、まあ、ネタが尽きちゃうまでお送りしたいと思います。あのたまに全然中身がないぞというようなことをお送りすることもありますが、あの温かい目で見守ってくださいねということで、皆さんからの、チャンネル登録お待ちしております。そして貴重なご意見である感想も、あのコメントもお待ちしております。ということでまた見てくださいね。バイバーイ、ありがとうございます。